続いては n ラジセレクトです黒崎瞳キャスターとお伝えしますはい今夜は女性の引きこもりについてお伝えします<ー>引きこもりとは仕事や学校に行かずかつ家族以外の人と交流せずに6ヶ月以上を続けて自宅に引きこもっている状態のことを言うんですけれども<ー>国の推計では全国に100万人以上いるとされているんです かつて主に男性に多く見られる問題という見方もあったんですが最近、引きこもりの人たちを支援する機関には女性からの切実な声が寄せられるケースが増えていいるととうことです,そうなんです、ね、どうして女性からの相談が増えているのかその切実な声の中身とはどんなものかそしてそこからどんなことが見えてくるのかいろいろ気になりますねそうですね。 支援機関に寄せられる女性からの相談に耳を傾けますと、うん、その背景には誰にでも起こり得る状況や社会の歪みとも言えるものが浮かび上がってきたということです取材した仙台放送局の野口彩夫ディレクターに聞きます野口さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずお聞きしたいのは引きこもりについての女性からの相談これどんな状況なんでしょうはいえー、私が取材した 仙台市にある支援機関には2年ほど前から女性の引きこもりに関する相談が増えていて当事者の方が通うフリースペースにも女性が増えていますただ全国的な相談の状況であったり女性の引きこもりの全体像というのはまだよく分かっていませんそうなんですか、はい、というのも国の引きこもりに関する調査ではかつて専業主婦と家事手伝いは 引きこもりからは除外されていたのでそうした肩書きで引きこもっている女性の姿というのはこれまで見えていませんでしたその後国が平成30年度に40歳から64歳の中高年を対象に行った調査では引きこもりに該当する人の内訳の中に専業主婦が12.8%家事手伝いが6.4%いることがわかり女性の引きこもりの一端が ようやく浮かび上がったという状況ですそれは女性の場合に特有な背景というのは何かあるんですかねはい時代とともに女性の社会的な役割が変化していることがあると思いますはい。仙台市の引きこもり地域支援センターで女性の当事者への支援を行う秋田真美子さんのお話なんですが 今の世の中というのは女性が社会に出て仕事をして輝いていくということもプラスされた世の中になってきてえもともと生きにくさを抱えている女性たちがその生きにくさプラス仕事もしないといけないとか自立のプレッシャーというのをすごく感じる世の中になったというのが 背景にはあるのではないかと話していました女性にも社会の中で働き手としての役割が期待されるようになったことでかえってこう社会に出にくくなってしまったということなんですかねそういうこともあると思います働けない自分はダメだとかまあ、生きている価値がないと、えー、まあそういうふうに思い詰める方というのもいますで、引きこもり UX 会議の代表理事で自分自身も 引きこもりの経験がある林京子さんなんですけれどもそういった女性の引きこもりというのが非常に増えてきたという感覚があるそうなんですがただそれはその人数が増えているという意味ではなくて、まあ、これまでこう見えてこなかった姿というのが少しずつこう見えてきたということだと話していました。そうかさっっきののの調査のやり方自体ももそうででしたたけど昔からあったでも女性の場合は ほか、ねね、にもさまままざな要因が絡んでいいると考えられています、うん、そこで今回私たち NHK 仙台放送局ではですね当事者の皆さんがどんな体験から引きこもるようになったのかどんな思いを抱えて日々を過ごしているのかというのをですね知りたいと考えまして、はい、ウェブ上の専用の投稿フォームや 支援機関を通じてアンケートを依頼する形でその声を集めることにしましたそうすることでなるべく多くの体験や思いを共有してそこに一つでも多くの共感が集まってほしいと考えたからですそしてこの呼びかけに対して30人ほどの方が声を寄せてくれましたどんな声が寄せられましたかはい、一部をご紹介しますと、ええ まず宮城県にお住まいの30代の女性の方です、はい、20代の時専門学校に通って猛勉強し福祉関係の資格を取得して高齢者施設で働き始めましたしかしミスをすると利用者の命に関わるというプレッシャーに次第に押しつぶされるようになった上男性利用者から体を触られる被害にもあって仕事を続けることができなくなりました せっかく頑張って資格を取ったのにと絶望感から引きこもるようになりましたという声がありました同じく宮城県の60代の女性の方ですが職場で承認試験が始まってチャンスだと思って勉強したが受かって出世するのは男性が多く女性は評価されないのではないかと疑心暗鬼になった。これ以上頑張っても 上にはいけないというガラスの天井を感じて、気力を失い、引きこもるようになったということです。引きこもりのきっかけというのは、まあ多種多様で、まあお一人お一人、異なる状況でした。また、人によっては、こうさまざまな要因が絡んで、まあ心と体のバランスを崩したという方もいましたそうです、ね。少しずつ見えてきた、明らかになってきた女性の引きこもり。これに対して、何か支援する取り組み、あるんでしょうか。 はい、先ほどお話しした引きこもり UX 会議の代表理事である林京子さんは6年ほど前から「女子会」と題した引きこもりの女性が気兼ねなく参加できる会を開いています、うん、これをですねこれまでに全国170か所余りで開催して延べ5000人近くの女性が参加しています。はあ 大勢が参加されてるんですねその女子会を通してこう林さんというのは何か感じられたことあったんでしょうかはい。林さんがですねまず触れたのが、ええ、当事者が抱える孤独な思いだったということです、えー、まあ、女子会を開いてみて参加した女性から寄せられる声で最も多いのがですね自分だけじゃなかったんだとか同じような思いを抱えている人がこんなにたくさんいたんだという声なんだそうですああ 自分だけじゃないというのを改めて初めて知ったということがあるんですね。そうですね林さんによりますと、引きこもりの当事者の多くの方というのは、こんなふうに引きこもっているのは世界でもう私一人だけだというふうに思いがちだとということですそういった方々の中で、引きこもりから脱出することができたという方、いらっしゃるんでしょうか。はい今回ですねおよそ20年間 引きこもってきて最近になって外に出られるようになったという50代の専業主婦の女性の方に話を聞きました、はい、この方は夫以外の人とつながることができずに孤立していた時の気持ちというのを話してくれましたご紹介します結局誰ともつながっていないし誰からも助けもないし夜辺がない感じがすごくある どれだけ夫との仲が悪くても結局そこでどうにか踏みとどまるしかない孤立してしまうとどんどん無力感が募る誰も頼る人がいなくてどんどん挫折していって結局声を上げる力も失っていくそれで存在が見えなくなっていく見えないから問題はないものと見なされていくとすごく感じたということでした この方が最近になって外に出られるようになった。どうやってその引きこもりを止めることができたんでしょう。はい、きっかけは、うん、まあ引っ越しだったそうなんです。引っ越し。はい、<ー>新たな土地で暮らし始めたことがきっかけで。今では少しずつ外に出られるようになったそうです。私は引きこもり U. X. 会議の代表理事の林さんと一緒に。この方のお話を聞いていたんですけれども、はい、林さんが。 この女性にかけた言葉として、まあ20年という長い年月をよく生きて生き延びてここまで来てくださったと思いますと、私たちとここでこうやってお話できて嬉しいですとお話しされていました。まあそのような苦しんでいる人たちに私たちはどう接したらいいんでしょうか。そうですね。林さんによりますと、まあ、ご家族や地域の方も含めて引きこもりの当事者の方には。 できるだけ普通に接してしてほいいということです、うん、というのも引きこもりの方というのはまあ自分が引きこもりであるということを四六時中考えていてそのことですごくこう頭がいいっぱいなんです、ね、ですすねのでこう周りからそのことを指摘されるということにとても敏感なんだそうです。でまあ加えて引きこもりであるということは実はその人の一部であってまあ全てではないと。引きこもりの人に 愛対してるんだと思うのではなくて、まあ、誰々さんと話をしているだけだという形で普通に「おはよう」とか「どこに出かけていくの?」というようなごく普通の声かけをしてくれるのが実は一番ありがたいのではないかということでした。あなんかこう引きこもりから何かすすうを助けようと思って声をかけるそれがかえってプレッシャーになってしまうっていうこともあるのかもしれないですね。そうですね林さんは 引きこもりの状態にある人というのはまあ頑張って頑張って頑張ってこれ以上無理だというところまで頑張った果てに自分の命を守るために引きこもっているんだということなんですねですので周りの方がそれを分かっておいていただけると決してプレッシャーをかけるような働きかけや声がけというのはできないのではないかとお話ししされてました野口さんは今回取材してみてどう感じましたか NHK 仙台のホームページや支援団体を通じて当事者の皆さんからの声というのを寄せてもらったんですがその一つ一つを読ませていただいて改めて感じたことというのは引きここもりととといいいううののはは決して自己責任ででなだす本人の甘えや怠けではなくて引きこもらざるを得ない事情や社会的な背景があるのだと感じました。 ですので、まあ、そういった意識が社会全体で共有されていくことがとても大切なのではないかと思いました。はい、リスナーさんからのコメント、えー白く お仕事がない期間家のことをして外に出ないっていうこと割とあったなあという声それから3日目のおでんさん長男が引きこもっていて親の会みたいなのに何度も通ったけど女性の場合は家事手伝いって職種があるから引きこもりの実態が分からないって言われてましたよっていう声<ー>それからダイナーマップさんあまり深刻に考えない資格し,し適当でなく程よく逃げながら働くのがいいですよねという声で多かったのは このねあのねあ引きこもりとかあの表現の仕方がちょっと変わって来ればいいんじゃないかっていう声なんですよね。んケントさんむしろ女も男も男家事手伝いでいいんじゃないっていう声カメゴンさん、引きこもりって表現本当に必要なのかしら言葉が無力感にターボをかけている気がするんだけどな。 それから、ね、猫またぎさんが専業主婦引きこもり、外に出て稼いで稼い輝かないとだめなのかしらっていう声なんですけどそうではなくてこれまでその専業主婦家事手伝いって言われてなかなか外に出たいけど出られないって悩んでいた人たちの声が救えなかったそこにもうちょっと目を向けていこうということを今、少しずつ動き始めているということでした、うん、仙台放送局野口彩悟ディレクターに聞きました。